ハンザーベルファーとは、第二次世界大戦期に、ドイツで生産されたネーベルベルファーを搭載した、半送機式の走行自走法である。オペル製、マウルティアをベースとしたもの、その後継車両の重国防軍権威者をベースとしたものの2種がある。大戦中盤以降、ドイツは、組用トラックの不正地層派性を高めるため、後輪部分を早機式に改造した鍵、ハーフトラック、 マウルティアを多数生産した。マウルティアは主に、フォード、オペル、マギルス各社の3トントラックを元に作られた。1943年、このうち、オペル製、マウルティアに装甲を施し、15センチメートルロケット砲を搭載する自走砲の開発命令が下された。ドイツ軍のロケット砲、ネーベルベルファーはすでに牽引式のものが使われていたが、発射円 煙が大きく発射位置が簡単に分かってしまうこと、しかも射程はそれほど大きくなく前線近くで使用されることから敵の攻撃目標になりやすく迅速な陣地移動が可能な自走化が求められていたためである。自走放火にあたり、上面を含め全周に 8mm の走行が施され、運転室に比べ一段低い後部は、 弾薬スペースで、その上面つらにロケットランチャーが270度、旋回可能な台座を介して据え付けられた。牽引式の 15cm ネーベルベルファーは、円形に6連装だったが、自走砲化されたものはランチャーが5本ずつ2段の10、連装に改められていた。正式化された車両は、15cm42 式、装甲ロケット砲自走砲 SDKFZ-4。 一と名付けられた。自走砲と共に共通の走行車体を持つが、ロケットランチャーは搭載しない弾薬運搬車も製作された。これは従来、ロケット砲搭載車に随伴する専用の運搬車とされてきたが、実際には、牽引式ロケット砲の牽引弾薬運搬用にも使用されたらしい。オペル製15センチメートルパンツァーベルファーは、 1943年4月から1944年3月にかけて300両、走行弾薬運搬車は289両が生産された。また、1944年6月には19両の弾薬運搬車がロケット砲搭載型に改装された。8センチメートルロケットランチャーをフランス製走行ハーフトラックに搭載した。 ソミュ MCLMZGKWS303、また 15cm ネーベルビルファーでなく、ソ連のカチューシャをコピーした24連装の 8cm ロケットランチャーを搭載したタイプも存在する。これは実寸口径 78mm で広域に多数の小型ロケット弾を散布でき、有効と判断され、大量生産が愚心されたがヒトラーが認めなかったため、 少数の使用に終わった。おそらく SS 部隊のみで使われた特製車両で大部分は既存のパンツーベルファー、または弾薬運搬車から改装されたものと思われ、マウルティア以外のフランス製装甲ハーフトラックに搭載したものもある。1944年、新型のハーフトラックである重国防軍牽引車の生産が軌道に乗ると、 マウルティアベースのパンツァーベルファーの後継車両として、これをベースとした新型が作られた。車体前半は SWS の走行型共通の形状で、後部車体にはマウルティアベースのものと似た走行された弾薬収納部を新設、同様にその天井1 5 c m 4 2四ロケット砲を搭載した。SWS ベースのパンツァーベルファーは、 マウルティアベースのものに比べ不正地走行性に優れ、搭載弾薬数も多かった。生産されたのが対戦末期であり、生産台数ははっきりしない。井原らしみグランドパワー1995年10月では 30CMRW56 型との組み合わせで行動している例が紹介されている。ありがとうございます。